か前回こう「音ぜひ」出て、はい、なんか反響とか周りの人から言われたとか、まあ、彼女のお父様にも、うん、まあ、即興でいろいろ言えるのはなかなか、うん、立派じゃないかということを、おお、ずいぶん理解のある、おお、よかったじゃない、はい、そしたら、はい、で何、今日報告っていうのは何ですか。はい、まあ、遠距離恋愛中の熊本の彼女と、うん、はい、この度結婚することになりました、うん、おー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 結構デカめ、本当の報告じゃん、はい、なんでよ、俺たち会うの2回目だからこれめでたい話だね、はい、7月に挙式を、うん、まあ、熊本で行う予定になっております。熊本で、はい、なんていうお名前でしたっけ。きよこさんという方です、はい、それさ、はい、嘘じゃないよねずっと嘘ついてんじゃないよね。いや、ちゃんと実在しております。きよこさん、はい、お、きよこさんの、ね、はい、ありがたい。じゃあもうそれっていうことですか、今日は報告ということですね。あ、まあ、それと、うん、あと、まあ、前回、まあ、パワポカラオケで出していただいたんですけど、うん、出来がちょっと今一つだったので、まあ、熊本でも放送されて、まあ、彼女のお父様も見ておられますので、うん、ぜひ。だってそらパワポカラオケもまともにできない男に娘はやれない、うん、じゃあテーマは、まあ、こういうことなんで、うん、結婚で行かせていただきます、はい、結婚で、まあ、よくある挨拶で結婚に必要な3つの袋という話がございますが、うん、給料袋、お袋、胃袋、この3つなんですが、私も結婚に必要なもの3つ新たに提案したいと思います。まず1つ目がこちらです。難しい、歯茎の白さでございますねそっちね、普通歯茎はピンク色が健康的とされておりますが、うん、結婚することによって愛が盛り上がって歯茎が白くなる、これが愛情が深いという証拠なのでございます。続いてこちらです倹約ですね、やっぱりそう。買い物に行くとき閉店間際に行ってお金を節約するということが大事です。そして逆に結婚に最もダメなこと、最悪なことが最後にこちらです DV はダメですねやっぱり逮捕されてしまいますから、やっぱり夫婦円満で仲良くするのが大切だということです。以上でございます。ありがとうございました。ちょうど2分です。山本さん、さ、 どう、どうだった、やってみて、うん、やらなきゃよかったですそんなことないよ大丈夫だよ、はい、厳しいんだ、自分に厳しいんだよ